1にも2にもまずは体力作り。走り込み行くよ。おー、気合を入れるのは結構ですが、オーバーワークはいけませんわよ。わかってるってば。でも今のうちにやれることはやっておきたいからね。うんうん、カナンちゃんの言う通りずら。勝利に向けてダッシュずら。2人ともやる気満々ですわね。でもそれも当然ですわ。あんなオファーが来てしまっては気合が入るのも仕方ありませんもの。アクアがフェスに招待されたって本当？イエース。この夏に開催されるラブシャインフェスへの出演依頼が来たのよ。なんでもラブライブ本戦に関係なく、たくさんのスクールアイドルたちを集めた真夏の祭典らしいですわ。わー、何それ、めちゃくちゃ楽しそうじゃん。スクールアイドルたちのお祭りなんてドキドキしちゃうね。ただ参加には一つ条件があるんだって。条件？まさか駒田天使ヨハネを天界へ連れ戻し断罪することだったり。よしこちゃんだけフェスに出られないとか、そんなの嫌ずら。よしこじゃなくてヨハネ。え、本当にそういう条件なの？どんなに楽しいライブでもみんなで出られないのは嫌だよ。早とちりしてはいけませんわ。でもある意味では正解かもしれませんが、私たちにはシャロンとアゼリア、そしてギルティキスとしてフェスに出演してほしいみたい。アクアとしてじゃなくてミニユニットとしてってこと？あー、なんだか面白そう。しかもしかもオーディエンスの投票によってユニットの順位も決めるそうなの。刺激的なステージになりそうよね。トップユニットをかけた勝負か。私たちの誰かのユニットが一番になれるかな。もちろんだよ、チカちゃん。一番になるのは絶対にシャロン。ギルティキスだって負けるつもりはないわよ。アゼリアだって頑張るじゃん。どうやらついに鳴り響いたようね。ラグナロクの到来を告げるギャラルホルンの音が。ウィブ、でもアクアのみんなと勝負するのってなんだか怖い気もするね。ヌビーちゃん大丈夫だよ。みんな本気だけど、これは喧嘩なんかじゃないから。ええ、そうですわね。これはいわば切磋琢磨して高め合うという表明みたいなもの。勝負という言葉を使ってはいますが、それにこだわらず真剣にライブと向かい合えばいいのです。何よりも大事なのは見に来てくれる皆さんのために最高のパフォーマンスを披露することなのですから。ルビーもフェスに向けて頑張るビー。